もあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。それとレイスポーツ石森です。よろしくお願いします。今日はですね、特別ゲストに来てもらってます。なんと公式テニスの元日本リーガーの平塚さんに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ソフトテニスと公式のコラボということ で、ね、お互いのスポーツの良さをね、こう楽しみながらやっていこうかなと思ってるわけですよ。はい、でもやっぱ勝負をしたいんで、僕は得意のシングルスで得意のシングルスで、はい、まあ、せめて引き分けだ。そうですね。いや、僕、両方勝ちます、僕は両方勝ちます、はい、そうか、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。気も変えねえんだろうな、公式とかやったら。やばい、ソフトテニスで負けるわけにはいかない。あゆ太郎チャンネルお願いします。やったー、よっしゃやーやーやーすごいすごいはい、高い行きます。はい、高い行きます。すごいすごい、はい、慣れないうちにやらない、慣れないうちにやっとかないな。あ、入った。
いやあるよ、あるよ、これ日本リーグだと思う、日本リーグだ。あゆ太郎チャンネル、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ソフトテニスの時ってラリーになってたじゃないですか。公式になった途端に2球も帰らないっていう。うまいっすね。うまいっすよ、マジで。そうですか。まだまだ。マジでうまいっす。ちょっと、でも楽しかったっす、公式。楽しかったっす。ありがとうございます。めっちゃ楽しかったっす。なんか新鮮な感じで。新鮮でした。僕、でも、お互いちょっと分かったのは、スライスが違うっていうのが。ぜひ、ぜひ、ぜひ。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいねと思う方は、グッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなって思うこと、方もグッドボタンお願いします。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。